はい、こんばんは、電脳ギツネです。竜が如く7、今回も続きをやっていきたいんですけれども、さてちょっとアップのね、ガスが一番で申し訳ございません。前回はですね、まあ、先代の竜、桐竜カズマから竜の教えだったり、まあ、竜の意志をね、しっかり受け継いだこの春日一番なんですが、まあ、メインストーリーはですね、まあ、沢城の殺害計画が、まあ、若から出てるということで、まあ、それをね実行している、まあ、石尾田なり暗殺者が、スナックの方にいるということで、石尾田を倒していくというのが、まあ、メインストーリーの流れになってますと。で、まあ、メインストーリーね進めていきたいんですけれども、まあ、今回で竜が如く7もパート71ということで、まあおそらくもうね最終盤の中でも最終盤になってきてると思うので、まあ、できるだけちょっとねやり残しがないように、特にサブストーリーはですねできるだけ、全て、やった状態で進めていきたいなと思うので、まあちょっとねメインストーリー結構長く進めてきたので、ちょっとだけサブ要素をやっていきたいんですよ。でというのもなんかねここの辺りにこのサブストーリーのアイコンが出てないのに、なんかねちょっと会話が始まるような箇所があって、ちょっとね急に始まったので最初だけ見ちゃったんだけど、なんか進めるのを断ることができたので置いておいてるんだけど、そう、あの青年こいつにね近づいたら進んじゃったので、これねなんかねサブストーリーっぽい感じなんだよね。あ、なんだまた来たのか、さっさとうせな。そう、この先に何があるんだ、でなんか進みそうなのでちょっとこれ見ていいかい。おう。この先に何があるんだ。普通はねサブストーリーのアイコンが出るんだけど、なんかあんまり珍しいタイプなんだよな。おう、兄貴の圧に屈しねえとは。はいはいはい、悪くない目だ。いいだろう、お前になら教えてやる。ここに何があるのかをな。これあれかな、裏カジノとかだったらおもんないけどそれだったら申し訳ない、すぐ終わるわ多分。まあ、割とこう、裏カジノだ。なんだそういうことか。ここは異人町の流れ者たちが集まる賭場だ。ここは警察も手を出せねえ。まあ、カムロ町とかでもあるけど、やっぱり異人町にもあるんだね。金と度胸があんなら楽しんでいくといい。地下にこんなところがあったなんて。せっかくだ、遠慮なく楽しませてもらおうとするかね。なんだそれだけか。なんか特殊なイベントか何かなーって思ったんだけど、あ、でもここ来んのは初めてだね。ここに賭場があって。はい、入れた。いや、一番入っちゃダメよ。汚い。半純義とかいいとしても、いや、もうエリちゃんとかね、蝶の素敵な衣装が、汚い汚染水で汚れちまうよ、こんなの。まあ、賭場はね、別にやらなくてもいいかなと思うんだけど、意外と広いな。こっちは何にもない。これどうやって出るんだ？これだけかな。あーなんだここか。意外とそれだけだったね。なんだなんか面白いイベントがあるのかなーって思ったんだけど、はい、それだけでしたね。あれなんかサバイバーにサブストーリーが出てる。え、何をケーキに出たんだ。ここに入ったことで出たのかな。いや、なんかやることあるかなーって思って、もうメインストーリー進めちゃおうかなと思ったけど、なんか発生してる。え、今のケーキになんか、今のがトリガーとあって発生するサブストーリーとかあんのか。賭場絡みでなんかあんのかな。え、もしかして柏木さん絡みかな。あ、でもいろはちゃんか。この人いろはちゃんだっけ。あ、春日さん。いろはちゃん、ねえ、とっておきの話。相変わらずセクシーだな、あんたは。うん、聞きたい。春日さん絶対食いつく話だと思うんだよね。柏木さん関連かと思ったけど、
聞かせてくれ。ねえ、鳥羽だから。あのね、お客さんから聞いた話なんだけど。ほう。偉人通りに、修流商会っていう小さい貿易会社があるらしいんだけど、そのお店の人に、ある合言葉を伝えると、伝説の裏吹き屋って人に取り継いでくれるらしいの。伝説の裏吹き屋。伝説の裏吹き屋。こんな音初めて聞いた、うん。裏の流通ルートを牛耳ってる人らしくてね。へえ。表ではとても扱えない危険な品や貴重な武器とか。はいはい、武器とかは嬉しいね。そいつはすげえな。最終戦に向けて武器とか強くしたいし ね。すごいでしょ。裏吹き屋なんてアンダーグラウンドな感じがたまらないわよね。いろはちゃん、きっとちょい悪でかっこいい人に違いないわ。いろはちゃん結構そういうの好きなんだね。顔を拝みたい。ねえ、アーニーって大丈夫だと思う？いや、絶対やめといた方がいいと思うぜ。ちょい悪どころの悪じゃないと思うし。いやー、なんかサブストーリーの発生の SE が初めて聞いた音だな。その伝説の裏吹き屋に会うために必要な合言葉ってのは？ね、確か。いや、いろはちゃんの色仕掛けでだったはず。え？ラブチュッチュや。え？なんて？違う。ラウチャウチャウや。ラウチャウチャウやか。意味は全然わからないけど。いや、意味なんかないわね、多分。ラウチャウチャウやか。そいつを手に入れば。なんかその関西弁の、まあ、チャウ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 みたいな感じかな。でも火のないところに煙は立たないし、試してみて。関西の人だったらわかるかもしれないけど、相手がどんな悪でも、もし殺されそうになっても、ちゃうちゃうちゃうんちゃうんっていうね、関西人だったら読み取れるっていう。全然大丈夫じゃねえよ。そんな感じの合言葉かな。まあ、暇見つけて行ってみるかな。情報ありがとうよ。私好みのちょい悪の渋いイケメンだったら紹介してね。いやいや、いろはちゃん、いろはちゃんはもう一番のもんだから。えらうちゃうちゃうやか。ああ、これちょっと覚えておこう。偉人通りの紹介に行って。なるほどな。ああ、なんか繋がったね。ああ、やっぱ、あっこはサブストーリーじゃないけど、あれをトリガーにしてなんか進んでいったね。で、どこだ？あ、これか。はいはいはい。ここに行ったらサブストーリーが繋がると。なんかこっちにも一個増えたんだよね、今。あれ、なんか俺大事な、ここそんな大事なトリガーだったの、トバ。全然気づかなかったから、進まなかっただけなんだね。なんか二つも増えちゃったよ。これちょっとまたやらないとね。とりあえずここ行こっか。武器屋さんだよね。もともとここ武器屋さんがあるところなんだけど、闇商人とかいるところね。ちょっと向かってみようか。なんか不思議な感じだな、この始まりは。さて、タクシーで反転工事に来たんだけど、あ、真実に。ガキの頃見たカンフー映画にこういう場所あったよな。ちょっと聞いてみよっか。あったあった、カンフー映画って楽しかったよな。いろんな拳法が出てきて。俺は邪剣が好きだったな。ここか。蛇の構えのやつ。俺はガゼン少林拳だな。今日はなんか拳法できねえのか。できるよ、水拳。おお、酔っ払って戦うやつか。やってみせてくれよ。いいけど、キンキンに冷えたビールを買ってきてよ。まあ、腸の戦闘スタイルってなんか拳法っぽいけどね。チーズと枝豆がいいな。お前、ただ酒飲みたいだけだろ。あ、バレた？まあこれで。エリちゃんも、はーって言うのと同時、俺もはーって言っちゃったな。まあまあ、続けましょうか。ああ、ここ普通の武器屋さんだったけど。いらっしゃい。合言葉を言えば伝説の裏吹き商人に合わせてくれるんだったな。危険かもしれないが、行ってみるか。合言葉ね。ん？まあ、この武器は普通に購入したこともあるけど。合言葉なんだっけ？ラウ、チャウチャウや、ラウチャウチャウや、これだな。ラウチャウチャウや。お前、それをどこで？いや、知り合いから聞いて。いや、この情報取ってきたイロハちゃんがすごいけどな。わかった。サバイバーにはやっぱいろんなお客さんが来るんだね、裏社会に通じ。おい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 。あんたをチャウさんに合わせていい人間か。チャウさんって誰？悪いが決まりなんてな。
やっぱり一筋縄ではいかねえか。さあ、あんたの腕前見せてみろよ。チャウさんっていう人が伝説の裏吹き商人ってことは、なんかね、この竜が如くセブンから登場する新しい、なんだろう、なんかこうバーターじゃないな脇役か、脇役的なキャラなのかな。レベル28ってことは結構ずいぶん前にこれ多分できたんだろうね、このサブストーリー、俺が見逃しただけで。まあちょっと倒しましょうか。まあちょっと最近ねレベル上げできてないから、やっぱり武器とかはねできるだけ強くして、うん、最終戦臨みたいからね。ちょっとこのサブストーリー気になるな。まあお金もねちょっと貯めたので100万もなかったからね、最近はちょうどいいね、武器も変えたりできるから。はい、はい、強い。お？合格だ、客人。あ、チャウさんかこれ。伝説の裏武器や。喧嘩橋近くの川沿いで待っている。え、これ。俺に用があるなら、そこに来い。悪かったな。いや、今の傷。こういう決まりなんだよ。気にすんな。伝説の裏武器屋に会うんだ。それくらい覚悟してたさ。いや、ちょっと驚いてるよ、俺は。またこっちの店も通わせてもらうからよ。あんたならいつでも歓迎するぞ。いや、あの傷とあの顔。金華橋近くの川沿いに、あの場所だよね。そうだよな、あの裏まで行けばいいんだよね。いや、ちょっとあの顔は。あ、100キロ歩いたんだ。100キロ歩いたね。いや、あの顔はね、もうシリーズおなじみの、まあ知ってる人は知ってるかなっていう顔なんだけど、え、あの人でいいのかな、あの傷といい、ね、中華系の出身といい。多分そうだよね。これちょっと言っちゃっていいのかな。まあ本当龍が如くシリーズ最初から、極みぐらいから出てるよね、ラウカーロンというね、まあ最強の中華系の、まあ、ボスっていうのかな、うん、敵キャラがいたんだけど、そいつの顔にそっくりなんだよね、あの傷。これ柏木さんパターンと同じでさ、レジェンド枠で登場してんのかな。でも名前はチャウって言ってたから、多分ラウカーロンとは言ってないのかな、どうなんだろう。これ柏木さん枠でな、明かされてない感じなのかな。うわーマジか、本当にラウカーロンかな。ここだよね、ここ。あ、もう入れるようになってる。で、どこにいるんだろう。うわ、いたなんかラウカーロン豊悦さんみたいな豊悦みたいな格好になってんな。あ、アップできないかな。めちゃくちゃ豊悦っぽくない。豊川悦司さんっていう俳優さんがいるんだけど、ずいぶんかっこよくなって。伝説の裏武器屋さん、大した腕だな客人。仇じゃないだろう。どこの組だ。荒川組、東条会荒川組だ。元だけどな。東条会っていう名前を聞いて反応するかな。風間や桐生がいたと。風間や桐生、誰か知り合いでもいんのか。知り合いなんていいもんじゃない。むしろ顔も見たくない。うわ、これは確定でラウカーロンだ。しかし合言葉を聞いた上で襲わせるって、なんであんなことを。闇取引は信用が第一だ。メンタルの弱い人間。うわ、ラウカーロンって最後追い込まれるとすぐに、あれどう死んだんだっけな。腕の立つ男でないと。うちの武器をわざわざ任す意味がない。ちょっとラウカーロの最後はもうあんまり覚えてないんだけどさ。うちはメンタルと腕前二つをああいう形で試させてもらっている。最後に登場したのは龍が如く3かな。お前は
合格だ。そうだったかな。俺の扱ってる極上の品を流してやる。最後ちょっと死んだかどうかもあんまり覚えてないんだけど。ああ、だが俺のことは誰にも話すな。いやでもこうやって生きていいな。闇取引は信用が大事。ねえ、セカンドライフは闇武器商人になってるんだね、ラウカーロ。お前を殺す。安心しろ、こう見えて口は堅いんだ。俺は春日ってんだ。春日一番よろしくな。あんたはチャウ、チャウカーロ、チャウカーロよろしくな、チャウさん。あ、これ変えるのかな。結構強い武器あんのか。そう、うわー、たっけー、たっけーけど今の方が強い。結構強いの作っちゃってんだよな。あんまりそこまでね、作り込んだ覚えはないんだけど、今持ってる方がちょっと強いな。これご利用ないかもな。あ、終わっちゃった。あ、終わっちゃったのか。もうあと飛び道具だもんね。武器はもうこれで終わりか。いやまあでもちょっと感動があったな。この辺飛び道具だもんね。あんま使ってないけど。ありがとうよ。いや、ラウカーロンは、ラウカーロンってジャカの総帥だったっけ。あれ、もう俺いつもジャカと人号派が混じるんだよね。あれちょっとどっちだったっけ。まあ、ジャカかラウカーロ、ジャカか人号派の総帥、初代総帥というか、うん、プレイ上初めて出てきた総帥だよね。へえ、すげえ。もう結構このさ、長とか反順義からしたらレジェンド枠なんじゃないの、この人。中華系で言えばね、韓国とかも。うわー、なんかなんとなく始めたサブストーリーがこんな出会いがあるとは思わなかったな。すごいな。いやまあでもなんかとりあえず武器商人はね、多分利用しないと思うんだけど、いやこれ見といてよかったな。まあ一つのサブストーリーだったのかな、これ。あ、でも待って、今完結したのかな。おー、でも続き、これどこで見るんだったっけな。完結したのかな。いや、まだ完結してないね。どうしたらいいんだろう。何度か通ってみようって書いてあんの。何回か、あー、じゃあ買えばいいのかな。買ってなんか昔話とか聞けたりすんのかな。いらないけど買うか。もうよう来たか。仕方なしよ、仕方なし。ちょっとでもなんかトータルどれぐらい買ったらいいとかあんのかな。いらないけどこれ買うか。買っちゃうか。いらないけど。ありがとうよ。よう来たか。うわー、これ進まないパターンあるぞ。あでもなんかついてる。あ、進んだわ、進んだわ。高い買い物しちゃったな。これ金額じゃなくて回数だったらすごいもったいないことしたよ俺今。また来たぜ、お前か。俺のような裏の人間と平気で関われる。お前のメンタルは大したもんだな。ん、そうか。ああヤクザもそうだが、裏の世界の人間でも俺と関わることを避けるやつがほとんどだ。まあレジェンドだもんな。本能的に危険を感じ取るんだろう。まあ確かに危ねえ雰囲気はあるけどよ、俺は大丈夫さ。伊達にいくつものを白馬くぐっちゃいねえよ。ふん、お前はいい客だ。お前に死なれたらこちらも売り上げが落ちて困る。殺されそうになったら、おお、よいよい、まさか。デリヘル、ラウカーロ。ちょっとデリヘルがすごいよ、レジェンドメンチがすごいよ。そいつは100人力だぜ。これからも持ちつ持たれつでいこうや。よろしくな、チャウさん。はい。あ、いやー、このサブストーリーの出たー、チャウカーロンことラウカーロン、これ使おう。だってさ、サブストーリーの終わり方がさ、どんなに悲しいサブストーリーでもタッタラタッタッターだったのに、これに関してはずっとドンドンだからね。隠しサブストーリー的な感じなのかな。へえ。まあでもこれで
正式に終わったよね多分。いやなんか突然のレジェンド登場にびっくりしたなこれは。いやどうしよっかな、あとちょっと時間あるけど、まあ、メインストーリー進めてもいいんだけど、まあ、このサブストーリーちょっと昼間にやりたいからね、基本的にサブストーリーは昼間にやりたいので、うわーどうしよっかな、進めようかな。いやーちょっとねメインストーリーを進めてもいいんだけど、彼女イベントもねちょっと消化しておきたいので、まあちょうどいい時間があるのでちょっと一つ彼女イベント見ていこうかなと思うんだけど、このね資格学校のこの女性以外にもねこの人ともそう始まるんだよね彼女イベント。お待ちしてましたよ。で多分進めてたので雑談するを押して、はい、またプレゼントを渡せば進むんじゃないのかな。渡す、うん、準備整ってたね。この人とはまあ資格では会話したことあるけど、あんまりそんなね深く関わってないけど結ばれんのかなこの人とも。わあこんなにすごく嬉しいです、いつもありがとうございます春日さん。ハンジュンギがハンジュンギが髪型気にしてるけど、いつも世話になってるからな、これからもよろしく頼むぜ。宮越さんとの完璧な関係性が築けた気がするぜ、気に入ってもらえてよかった。春日さん、あ、始まった。全資格の習得、おめでとうございます。そう、全部取ったんだよ。渡したいもの、あなたのその初めてを渡したいとかそういうやつ？これも怒りや宮越さんのおかげだ。いや、ワンチャンあるよ、龍が如くだったら。ただ案内してただけでお役になんて立ってないです。何言ってんだよ。いつも笑顔で声かけてくれただろう。宮越さんがいたから。こんなバカでサボり症の俺が、まああまり動かないでお見せできなかったけど、感謝してるぜ。まあ確かに勉強嫌いな一番が頑張ったのはやっぱり素敵だな。宮越さんのおかげかもしれないよね。そうだ。資格をすべて取得した方には渡さなきゃいけないものがあるんでした。おい。そうなのか？何をくれるんだ？その二つあって、一つはここではちょっと渡せませんかね。私の気持ちとか、ついてきてくださいますか？渡されるんじゃない。おいおい、またこれちょっと、うん、ダメよ、その資格学校の教室とかでそういうことしちゃ。宮越さん冷静になって。ここなら大丈夫。うわ、いかにも始まりそう。すみません、お付き合いいただいちゃって。いや、で、くれるってのは？はい、まずはこちらです。終了証明書、まあもちろんこれはね必要だもんね。の卒業証書みてえなやつか。ろくに学校も出てなかったからこういうの憧れてたんだ。大事にするぜ。喜んでいただけてよかったです。私の体をいただけませんかみたいなことならないよね。宮越さん、私のは二つあるとか言ってたよな。もう一つは？もう一つは、いやもうなんでこんなせ、なんでこんな積極的な、みんな。もう一つは私です。いや当たりす、あ、予想が当たりすぎた。宮越さん、さっき私の笑顔に励まされたって春日さん言ってましたけど、全資格取得したから私も同じなんです。私も取得してみたいな感じ。春日さんの姿や、俺は何を言ってんだ、ずっと春日さんの姿、それを見て私も元気をもらっていたんです。宮越さん絶妙な位置に抱きついてんな。卒業してもう会えなくなると思ったら、私あーそっかそっか、宮越さんと一番をつないでたの。うわーなんかいやらしいカット。私の愛の検定試験受けてくれませんか？宮越さん何をおっしゃってるんですか？宮越さんうわー教室でやっちゃいましたね、私の愛の検定試験。うーやったな、これここで。おい春日さんってやっぱり思った通りの人です。どんな時でもすごく真面目で優しいんですね。絶対ここでやっちゃダメよ。そうかなその鼻の下伸びてるな、多分この人。もちろん顔でも何でも出します。はいよかった、その修了証書と同じように
私のこともずっと大事にしてくださいね。おいおい、一番ここに来たらできるって思っちゃったよ。またサバイバーの上行かなくてもこの人ならここでできるって思っちゃったよ。資格学校入って本当に良かった。何を言っとんねん。いや、春日君ややこしいよ、怒り。なんでもない、なんでもないぜ。そう、確かこの怒りって宮越さんのこと好きなんだよね。うわ、奪っちゃったな。宮越さんのあれやこれやを奪っちゃったな。そして怒りの夢も奪ってしまったね、これ。うわ、これで何、あ、すごい見られてる。すんごい、エリちゃんがしかも先頭。これエリちゃんの勘働いたか。よしよしよしじゃないよ、長さん。ハン・ジュンギは戦闘モードしてるし、これエリちゃんの勘が働いてこんなことになってしまったね。ちょっとそーっと行こう、そーっとね。もうほんと何人目の女性だこれ。エリちゃんで、ロマン製作所の人、名前なんだったっけ、スミレさんかな。で、イロハさんで、宮越さんか。うわー、どうしよう。いや、実は思い当たる節がもう一人いてさ、もう一人女落としに行くか。もうせっかくだから、これこの流れに乗ってちょっともう一人の素敵な女性のところに向かってみようか。さあ、ということで、実はもう一人の女性は、これみんなね、意外と予想つかなかったかなと思うんだけど、この女性よ、いかにも真面目そうな元ヤクザなんとは会話も会話もしてくれなさそうなリリカさんと実は仲良くなっていまして、あれ、応援しています。雑談ってできなかったっけ、春日さん。あれれれれれ、あれ、この人と雑談できたんだけどね。お疲れ様でした。あれ、あれ、今できないのかな。この人昼間じゃないとできないのかな。雑談っていう項目が出てると思うんだけど、あー、出ないな。応援しています。あれ、なんでだ、どうやってやってたんだろう。あれかな、有効度は達してるけど、なんか条件達してないとかなのかな。まあ例えば宮越さんで言うと、全ての資格を取得しないと発展しないかったと思うんだけど、なんかこの全てのジョブに転職してみるとかあるかな。もうずっと勇者でやってきて、レベル28まで上げようと思ってきたんだけど、ちょっと一旦、まあ何でもいいから適当にジョブチェンジしてみるか。やりましたね。可能性はあるよね、全てのジョブに転職してみるっていうのは。やりましたね。これ全員だとちょっと難しいけど、今1番ならもう全てアンロックされてるので、可能性としてはあるよね。やりましたね。うん、これで全部一応は1回はついて、ちょっと勇者に戻しておこうか。どうだろう、進むかな。頑張ってください。雑談できないか、春日さん。あー、ダメか。応援しています。あ、ちょっと戻ってみて、ちょっとごめんね、ぐだついちゃって。あー、これ多分いろんな条件がまだ足りてないんだろうね。まあ一回出てみて、これでも無理だったら多分まだダメなんだろうな。条件がわかんないけどね。なんかやっぱ昼間じゃないとダメなのかな、リリカさんは。働いてる方だから。あー、ダメそうだね。お疲れ様でした。なんだ、リリカさんとちょっと仲良くできるかなって思ったんだけど、今回はまだちょっと無理そうだね。実はですね、サブストーリーが発生しないので、動画の締めとかも実は撮ったんだけど、なんかね、どうやらハローワークから離れたら、そう、サブストーリーが発生したので、ちょっと急遽、撮影を再開して、ちょっとリリカさんのね、リリカさんとのイチャイチャを見ていきたいと思います。いや、こんな真面目な女性が、一番に惹かれてるんだから、見ないわけにはいかないよね。リリカちゃんじゃねえか。これ何人目？5人目か、はい、4人目か。ちょっと外の空気でもすごかった。5人目かな。もしよろしければ付き合ってもらえません？え？俺？本当の君。は、はい。たまには2人で話したいし。ダメですか？
そんなことねえよ。いやなんか一番よかった。一番とは一番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 とはこうねえ、関わらなさそうな人なんだけどね。できる全職種を経験されましたね。一応ね。なあ、一度きりの人生めちゃくちゃ適当にやったけど最後。いろいろと挑戦してみたくてな。面倒かけてすまねえな。面倒なんてそんな。仕事ですので。いやこんな夜遅くまでご苦労様だよ。本当にすごいことですよ。私が担当した方の中では少なくとも初めてです。そうなのか。まあでも別に褒められたことでもねえだろ。冷静に考えるとこの人社長なんだけどね。これは褒めるべきことですよ。雇用する側になってるからね。私はその人の能力に合わせて職種を紹介しています。もう職種とか関係ないのよ。全ての職種を私が紹介し、この人に限って言うと、ということはそれだけ人間的能力的に優秀だという証拠です。割と序盤で社長になってたんだけどねこの人。本当か？リリカちゃんにそう言ってもらえるとマジで嬉しいな。なぜですか？だってよ、リリカちゃん、お世辞も嘘も絶対言わない人間じゃねえか。まあ確かに真面目そうな人だけどね。そんな人がすげえって言ってくれたってことは本当にすげえってことだろ。でもなんかこの雰囲気だから嬉しいのさ。一番に惹かれてるような感じないけど。リリカちゃんはたとえ言いにくいようなことでも事実だったらズバッと言ってくれる。またこの一番の。俺もここに通いたての頃はいろいろきついことも言われたしな。この一番の嘘偽りない言葉が刺さってるよ、リリカさんに。いや、俺はそれにすごく感謝した。ダメだ。リリカちゃんのおかげで夢見がちで世間知らずだった俺、現実に向き合うことができた。無意識に落としに行ってる。だからこそ自分の能力や経歴を見つめ直して自分を磨き直そうって気になれたんだ。あそこで甘やかされたままだったらずっと夢見がちなだけのバカで終わってた。いやでもさすがにハローワークでちょめちょめはできないよこれ。感謝してるぜ春日さん、ありがとう。所長の目がありますからね、リリカさん。私仕事では結構きつく当たることが多いので。冷静に考えてよ。感謝されることってほとんどないんです。まあひどい言葉を吐かれるのには慣れてますけどね。いやまあ辛い職業だよな。だからそんな風に思ってくれてるの春日さんくらいだと思いますよ。そうか、みんな感謝してると思うけどな。言葉にしないだけだろう。え、確かに愛想笑いを浮かべてお世辞言ってた方が一時的な客受けはいいかもしれねえけどよ、甘やかしたところでそいつの人生が好転するかといったら、この瞬間惚れてる気がするな。リリカさん、そいつの将来や生活のことを考えてるからこそリリカちゃんは俺らに厳しく接してくれてるんだろう。まあ自分のね仕事をこうやってちゃんと見てくれてる人は惹かれるよね。こうやって言葉にしてくれたら特に。辛い目にあっても嫌なことを言われても心を鬼にして俺たちを現実に向き合わせようとしてくれた。やっぱりこうハローワークとかってなんかこうリリカちゃんは感謝ねされにくいみんなを代表して言わせてもらうよ。本当ありがとう。みんなを代表して言わせてもらうよ。あー春日さん惚れた。また宮越さんと同じタックル。タックル、リリカちゃんありがとう。いやそれタックルなんよな。本当に嬉しい。もうちょっとひっついたらいいのに。タックルなんよな。おーおーおーおおお、一番も今回はずっと思ってたんだ。抱きしめちゃってるよ。だから本当の思いを春日さんに分かってもらえてすっごく嬉しいよ。いやもうリリカさんここまではいいけど、あのリリカちゃんダメよ。春日さん、公的な場所でもう少し二人でいさせて。春日さんには春日さんだけには本当の私を見てほしい。まずいな。本当のリ、おーいリリカちゃん、ダメだよハローワークでは、うん、本当のはリリカさんもやっぱり攻めるね。リリカちゃんどこでやったん。 この場合外だよ。うわ本当に外でやっちゃった。素
素敵な時間をありがとう。いや、春日さん、リリカさん、なあ、これ割とガチで外でやったか。一応言っておきます、ね、ダメだよリリカさん。春日さんだからですから、誰にでもこんなことする人間じゃないんです。当たり前でしょ。誤解しないでくださいね。誰でもしちゃダメよ。もちろん分かってるさ。おい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 、それがハローワークの駐車場でやっていいことじゃないよこんなの。これからもいつでも顔出してくださいね。うわー、分かってくれてる。それが私の一番の原動力なんですから。なあ、それじゃ。真面目な人ほどハメ外すときは大胆とかそういうイメージあるけど、たくさん転職して本当に良かったじゃねえよ。最高。もう毎回違う意味になってる。これ誰かに見られてない？うわ、所長に見られてた。あー、リリカさん解雇だな。これリリカさんクビですね。多分所長そういうところ厳しいから。え、これどこに来た？あー、ここか。いやだってここだよ今。ここはいかんでしょう。リリカごめん、こんなんもう。どうもし。こっちから歩いてきた人びっくりよ、こんなところやってたら。もう前方、四方八方とは言わないけど三方よ。もう丸分かりだからね、やっちゃってんの。ちょっとリリカさん大胆だったな。所長、いるかなリリカさん。クビになってないか。あ、いたいたいた、よかった。ちょっと所長、うわー、ちょっと嬉しそう。一番が来たら、あの、クビにはしないでね所長、お願いしますね。うわー、やべえとこ見られたなー。いやー、でもなんかちょっと、うん、なんとか発生してよかったね。ちょっと発生条件がわからなくてうだうだしちゃったけど、グラグラか。はい、じゃあちょっと今回この辺にしたいと思います。趣味を取るのは実は2回目なんですけど、はい、次回はそうだね、まあやりたいことたくさんあるんだけど、石尾田のところ行ってメインストーリー進めて、沢城の殺害計画止めに行きたいと思います。はい、というわけで次回もよろしくお願いします。電脳狐でした。ありがとうございました。